愛媛と台湾の国際交流、それは温泉、サイクリング交流などが実を結び、国際航空路線の定期便実現にまで発展した夢実現の物語です。2011年11月、松山の神輿が史上初めて海外へ渡りました。台湾の台北温泉祭りで豪快な神輿の鉢合わせが実現したのです。松山市の道後温泉と台北市の平東温泉の友好協定締結を記念して行われました。愛媛と台湾の観光客をお互いに招き入れ、交流を深めていきたい、その強い思いが神輿の鉢合わせに込められました。神輿の鉢合わせ実現の立役者の一人、中村時弘愛媛県知事には、交流を加速させるもう一つのアイデアがありました。愛媛の松山空港と台湾の台北松山空港を結ぶチャーター便の就航です。同じ名前がつく空港は世界でこの2つの空港だけです。チャーター便は中村知事の松山市長時代からの夢でもありました。松山と松山を結ぶような交流や、あるいはチャーター便が飛んだら楽しいんじゃないかなと思って、松山を台湾の皆さんに知っていただく絶好の切り口になると思いますし、その後の交流の拡大へとつなげていくことができるんじゃないかなと思いますね。しかし実現には高い壁がありました。台湾政府は地方都市へのチャーター便は認めていなかったのです。松山松山はまさに夢への挑戦だったのです。チャーター便松山発松山行き、実現は僕はできるというふうに信じてます。その翌年も台湾に知事の姿が。1回でいいですから、松山空港から松山空港という路線が取れば、台湾への関心が飛躍的に高まります。どこよりも台湾を愛している愛媛県のために、ぜひお力を貸していただきたいと思います。县州知事跟市长啊一起合作，我对你们非常佩服。全力で協力いたします。中村知事の強い思いは現実のものとなります。2013年10月11日、愛媛の松山空港と台湾の台北松山空港との初のチャーター便が就航したのです。一気に愛媛県松山の知名度をこのチャーター便によって上げられるというように確信をしています。この初就航以降も松山松山のチャーター便が年1回運航されるようになったほか、同じ松山駅を持つ JR 四国と台湾鉄路管理局が友好協定を結ぶなど、観光面での交流が加速したのです。1998年8月、松山市の墓地に台湾の野球関係者の姿が。墓前で涙しているのは1931年の甲子園で準優勝を果たした台湾の鍵農林学校のメンバーです。当時鍵農林野球部の監督を務め、台湾野球の礎を築いた愛媛県松山商業高校出身の近藤彪太郎さんの墓参りに訪れたのです。私たちをね、よく教えてくれて、で現在その鍵農林の野球部がまだ世の中に認めてるしね、とっても感謝してます。鍵農林の快挙は台湾で映画化され、また松山市にも近藤監督のモニュメントが設置されるなど、野球を通じた愛媛と台湾の絆を今に伝えています。愛媛が台湾を手本としてその普及を推進しているのがサイクリングです。
2011年11月、中村知事は台湾にある世界最大の自転車メーカージャイアント社を訪問しました。いや、どうもありがとうございます。ジャイアント社の劉会長は台湾を自転車先進国に育てた立役者。中村知事は愛媛の地域活性化策の一環として計画しているしまなみ海道を使ったサイクリングイベントの構想を劉会長に披露。劉会長はイベントの全面的なバックアップを約束したのです。そのイベントこそ2014年に初開催され、日本全国はもとより世界中のサイクリストが参加したサイクリングしまなみです。さらに自転車の交流は自治体の友好交流協定に発展。2016年に台北市、2017年には劉会長の提案により台中市との友好協定を締結しました。愛媛県産品の台湾輸出を通じた交流も進んでいます。中村知事は台湾を訪れるたびに県産品のトップセールスを展開。また台湾の高級スーパーのトップを愛媛に招き商談会を開催。さらに高級スーパーを愛媛食の大使館として認定するなど、県産品輸出の取り組みを積極的に行っています。台湾への県産品輸出は柑橘だけではありません。2019年から愛媛県の丹原高校がシャインマスカットなどブドウの輸出を始めたのです。丹原高校は輸出に向け国際的な環境安全基準を取得。安全で美味しい高級フルーツとして台湾でも人気となっています。さまざまな分野で愛媛と台湾の交流が続く中、ついに県民の悲願が現実のものとなります。2019年7月、愛媛と台湾を結ぶ国際航空定期便が就航したのです。就航記念式典で中村知事は万感の思いを込めて謝謝。万歳、嬉しい。僕へ20年の思いが。この年、修学旅行で台湾総統府を訪れた愛媛県の松山城南高校の生徒にビッグサプライズが。蔡英文総統本人から歓迎の挨拶を受けたのです。みこしの鉢合わせの実現以来、関係強化に取り組んでいる道後温泉と米東温泉、両温泉の関係者は愛媛と台湾のさらなる交流促進に期待を寄せています。那我也希望愛媛縣未来在这个产业上也能够跟我们台北市或甚至跟我们台湾很多的产业的商圈能够交流。目前呢，水美也担任台湾商圈产业观光联合总会的会长，我也希望未来有机会带我们六都的商圈到爱媛县、到松山市去跟在地的产业做交流，让台湾的商圈产业也跟日本爱媛县、松山市甚至于金石市各个商圈的他们叫商店街组合的这些产业做交流，可以大家一起学习，一起成长。我想这样的交流应该是非常非常的好。観光地だけを売っていくんではなくてですね、やはり松山のですね、文化であったりおもてなしであったりですね、そういうこと、それからやっぱりこのサイクルツーリズムっていうんですか、台湾の人の大変人気な、サイクリストたちにアピールできるような素材がたくさんありますので、これを大いに発信してですね、再起をかけたいというふうに思っております。さまざまな夢を叶えてきた愛媛と台湾、新たな夢へ向かって交流は続きます。